はい、今日もなだと百姓天国、本日は2022年6月26日、はい、日曜日ですね。もう6月最後の日曜日、あと4日で6月も終わりですね。はい、ということで今日はなんと朝から全然予報なかったんですけど、雨降ってます。今もちょっとパラパラ来てて、さっき結構ガバッと降ってきてね、朝5時6時ぐらいはすごく暑かったですけどって話なんですけど、ようやくねあっちのあの青空が見えてきたので、多分これでね上がるとは思うんですけど、まあすごくね通り雨でありがたいっちゃありがたいんですよね。しかし何ですかこの暑さあ、まあね雨が降って喜ぶね野菜は多いのでね、活着だとか、あもうこれでかぼちゃは多分大丈夫ですね。それでこの間ねほら、そうめんかぼちゃ植えたでしょ。それがね多分この雨でね超大助かり。今日多分ね普通に晴れてたらもうあのじょうろでもいいから水やらないと、もう、昨日とその前の日、まあ昨日もそうですけど、まあ、暑いなんてもんじゃないじゃないですかね。40度ってなくないですか6月の40度はやめて、はあ、あなんかこれトウモロコシあれだ、あトウモロコシ、あこれ俺のだ、やっぱりあの銃が来てますねこれね。あもうあれかちょっとできつつあるから、あこれ食われてるな、ね、見てくださいあれね、獣害ね、何でしょうあの食い方って何です、やられるかもな結構ね。あそこどうしますかね、一応なんか囲いますかね、ちょっと面倒ですけども、のでねちょっとこうこの湿り気がね本当に助かりましたね。これ多分そうめんかぼちゃでもまあどうだろう、この獣害でかぼちゃもやられるかもしれないですね。 あそこにトウモロコシの、そっかもう最初の一番手のやつが実がついてきてるんでね、よく見てなかったですけども、はい、いやーまあね参りましたね。6月に40度はやめてって、まあこちらはそこまでは言ってないですけど、本当にねちょっと恵みの雨ですねこれね、急に降ってきて、ズッキーニもねあのお手伝いの方とね20株ぐらい、あいい感じですね、はいこんな感じでちょっとズッキーニね一回リセットして、だいぶこう散らばってますけどはいいい感じですね、ちゃんとピンと立ってますよね、はいいい感じですね。このあの稲わらがいい感じですね、これで湿ったのでね、稲わらが結構湿ったのでこれで湿り気を保ってくれると思うんですよね。これからどっとまたね、ただ来週また雨予報出てるんですよね。だからまだ梅雨明けにはなってない感じなのでね、その来週のあの湿り気が最後のおそらく湿り気だと思いますので、雨がねですので、それでもう最後の耐熱マルチ張って、いよいよ人参の種まきからいよいよスタートですね。ということで秋の作付けがこれから本格的になりますね。今日できればね白菜の一発目を植えたいという感じですね、はい、この辺のズッキーニア君はまだまだ元気なのでね、はい、あれ俺この辺まだ全部ちぎってないな、ちぎらないといけないな、はい。トウモロコシ食われてどれだ一発目、これですよね、どれかもうもぎられてるってことですよね。下のヤングコーン系が取られちゃってるってことですよね。まああざといな、うん、どれだろう、この辺ですかね、あもうあの辺か、いや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 、意外とねこう幹線道路がすぐ近くにあってね大丈夫かなと思ったんですけど、もうキャベツがパンパンですよ、パン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 。来週から出荷ですね、7月の1週の火曜日から出荷をしようと思ってるので、まあギリ出せますけどね、はい。こんなでかいのはもう1軒分入れちゃってえらいことになるのでね、あれなんですけども、よいしょ。昨日はね、さや畑さんのところで畑のね動画上げさせてもらいましたけど、さや畑さんと初めてね、さや畑さんの番組で初めてライブ配信をね、2時間ぐらい喋ってましたね2人でね。よかったらね見てみてください。家庭菜園やってる人は結構参考になるかなと思うんですよね。さや畑さんで、検索すると YouTube 出てくると思います。僕とさや畑さんの2時間の雑談形式のライブ配信ねですのでしましたんでね、よかったら見てやってください。いろんなこと喋ってますけど、はい、
楽しかったですね。また斎場岳さんと割と結構距離的に近いので、行き来ができやすいのでね、お互いに、まあ、またよかったらやりましょうという感じでね。斎場岳さんはね、家庭菜園で本業は全然違う職種でご自分で会社をやられていらっしゃる大変立派な方なので、僕としてもね、どちらかというとその家庭菜園もそうなんですけど、そういう社会経験が とても豊富でいらっしゃいますので、お若いんですけれども僕よりもね、でもとても一緒にいるだけでとても勉強になる方なので、はい、そんな感じでね、またライブ配信できればいいなというふうに思ってます。よかったらね、ご覧になってみてください。家庭菜園の人はね、本当に昨日斎場岳さんの畑見させてもらったんですけど、ほぼ完璧じゃないですか。はい、僕も正直ね、まあちょっと2年ぐらい、もうちょっと来年の夏とかねぐらいからかなという感じで見てましたけども、ね、昨日見た、葉物で言えばつるむらさき、ナス、トマト、あとまあきゅうりもそうだし、ズッキーニ、もう大体の野菜はできてますね。ナスなんか姿は僕のよりも良さそうですもんね。でポイントはね、窒素分は一切入れてないですよ。ぬかともみ殻だけですよね。ぬかともみ殻だけでいいですよっつってね、去年ぐらいからどこどこ入れてらっしゃったじゃないですか。ね、それで小さい管理器で耕して、それでマルチ張ってるだけでしょ。窒素分はほぼ入ってないわけですよ。それでね、昨日の見てくださったら分かると思うんですけど、全く肥料不足を感じないでしょ。はい、で肥料過多でもないわけです。はい、なのでね、ああいう小さいね畑70坪ぐらいですよね、ああいうところでね、狭い家庭菜園で本当にお野菜を自分で作ろうとするんだったら、本当に何回も言いますけど、窒素分を入れない方がいいんだってことなんですよね。入れると本当に大変ですよ、病気とか。僕らみたいにある程度ヘクタール単位とかね、何単とかっていうところにね、ドソンと堆肥だとか、まあぼかしとかね、ドソンとこうでっかい山を何トンと入れてこう散らばしてね、すき込んで、広い畑だからまだなんか吸収ができるわけですよね、窒素分であっても。でも狭いところにね、市販で売ってるそういうね、なんとか鶏粉とかっていうのを入れちゃったら、もう多分ね、しかもそれで無農薬って言ったら、ほぼもう病気と虫のオンパレードになりますので、特に家庭菜園の人はね、狭ければ狭いほど窒素分は入れない方がいいっていうことなんですね。入れたらむしろダメだっていうことね。ぜひね、だから昨日の斎場岳さんの僕が撮影したね、ピンピンの元気なね夏野菜の様子を見てください。トマトも含めてね、きっちり出来上がってるでしょ。はい、ぬかともみ殻終わりですよ。はい、それであとは畝間は防草シートで草を生やさないようにして、植えるところはこうやってマルチを張って、たったそれだけのことをね、僕が申し上げたことをね、斎場岳さん忠実にお守りになって実行しただけのことですよ。うん、でね、結局こうやって夏野菜バンバンできてるわけですから、それでもうむしろね、去年まではね、畑半分ですよね、半分から奥はもう背丈2メーターぐらいの草になっちゃって入れなかったわけですから。はい、それでとりあえずね、去年の夏に行った時は、斎場岳さんとこれ半分捨てましょうとね、もう無理ですこれが管理がっていうことでね、でなんとか冬の間にしっかりね、そうやって管理をして防草シートとマルチでやっとけば、この1年楽ですよって言って、それでこのね夏、もう仕事がないというか、こう畑に来ても去年と違ってやることがあんまりないですねって、はい、ね、ぜひそういうふうにね、家庭菜園を楽しむ、それは収穫を楽しむことじゃないですかね。だからぜひね、その斎場岳さんのやり方をね、家庭菜園でいろんなやり方あるんですよ。でもね、できればこう収穫を楽しむとか、ちゃんと無農薬で野菜ができるという状態を見たければ、ぜひね、斎場岳さんのやり方を参考になさってみてください。はい、悪いことは言いません。本当にね、家庭菜園でちゃんとした野菜を自分でね、無農薬で食べてみたいということであれば、最も効率的なやり方を斎場岳さんはおやりになってますので、はい、参考になさってみたらいかがですか。はい、ということでございます。へい、ということでね、そうか、やっぱりね、食われてますね。こう見てね、意外とね、ちょっとしたそういう雑木林だとか、まあそういう竹やぶとかね、そういうところに多分ね、なんか小さい動物なり巣はあるでしょうからね。意外とね、だからこっちはあそこの拠点としてるハウスのところよりかはちょっと離れてね、ところなので、
獣害どうかなって言って、こっちの方だったり、あそこのハウスのところはもう獣害ね、毎日のように鹿とイノシシが走ってるので、ちょっとあのトウモロコシなんかとんでもないって、作ったらえらいことになるっていうのは分かってるので作りませんが、こっちだったらね、あのああやってこう住宅街があって、道が道路がねどんどんあるので大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱりやられちゃいますね。あのこの状態で2本ぐらいだったら、って感じですね。まあでもしょうがないですね。これでね、こうやって作ってみるといろんなことが見えますよね。はい、ちゅうことでございます。これで10分か。あの雨が上がりましたね。これでまた気温が上がってくるのかな。はい、でもこのちょっと湿り気はちょっとありがたかったですね。まあしかしでも本当に暑いですよね。暑かった。もう昨日もその前の日もその、新規収納6年目の彼とね、あそこさっき見たあのそうめんかぼちゃを植えたんですけどね、あの僕も最初にほらもう熱中症であの木陰にもうちょっと一回避難しまして、彼に任せて、だから彼には、ね、大丈夫って聞いたんですけど、大丈夫ですって言いましたけど、その後あの倒れたですよ倒れたって言ってもね、クラッとなったので、もうそこで一回ちょっとねあの作業をもうやめたので、だから本当にあの多分ね危険ですよ。あのもう一気にね6月にね35度以上はもうやめて本当にきついです。はい、もうついていかないですね。なのでね、ちょっとあのここ2日ぐらいちょっとね、やっぱり睡眠がねやっぱりうまく取れなくなってくるんですよね。そうするともう途端にね、あの睡眠時間が減るとあの体は一気にダメになってきますのでね、本当に皆さん本当にお体ね大事になさってください。いつも思うんですよね、毎年一体この暑さの中で俺たち百姓はどうやって仕事してんだろうってね、僕なんかまたそうか今年もこれで夏が来ると思いながらね、どうしようと思うんですけど、まあやっていくしかないんですけどいや本当にね参りました。ちょっとだから僕もちょっと体調がね戻ってこないんですけど、まあね、それでこの雨だったんで本当に恵みの雨でね、はい、お野菜たちはすごく喜んでますねよかったです。植え付けたやつがね、だからあれが本当にそうめんかぼちゃね、ちょっと苗が徒長してたのでね、いやこれ枯れるなと思ってね、ちょっと今日はもう朝から冠水して、じょうろでね冠水しようと思ったんですけど、この雨が降ってくれたんでね、すごくちょっと助かりましたね本当にね。ということで、我が農園はねこれからトウモロコシがね、始まります。まだ、来週7月の1週から出荷始まるんですけど、それにはまだ追いつきませんけどもね、十分この7月終わりぐらいから多分ね順次出せるんじゃないかなと、獣害にやられなければですけどね。はい、ということで以上です。それではまた。